目が覚めたか。看病してくれた例だ。寝台の方が寝やすいだろうと思ってな。熱はもう引いてるし、体調も楽になった。昨日の看病に関しては礼を言おう。思い出すことは何もない。それにお前のことは知らない。何か勘違いしてないか。主義様から客人として扱えと命じられたが、お前は捕虜だ。言っておくが、逃げ出そうとしたら殺すからな。ただし、逃げようとしない限りは客人扱いをしよう。玄武の巫女は北韓国を守護する巫女だろ。北韓国を守護する巫女は任務の障害になる。それは俺が。教主様に言われて
連れて行かれたから。そろそろシギ様が戻ってくる。寝てばかりもいられないな。何のことだ。何も聞かれた覚えはないぞ。ほら、お前も一緒に来い。ここに一人で置いておくわけにもいかないからな。そう簡単に逃がすと思っているのか。こっちこそ簡単にマリコを渡すわけにはいかねえんだよ。助けに来るのが遅れて悪かったな。こっちにも準備ってもんがあってよ。仲間を救うのにデモやどうしてはねえだろうが。
やるぜ。よし、マリコは連れて帰るぜ。逃がさない。どうやって連れて行くんだよ。無理言うなよ。手加減してあいつを気絶させるなんて、こっちの命がいくつあっても足りねえって。とにかく匠は俺がここで食い止める。
この辺まで来ればもう安全だな。追っては来てないようだ。心配したんだぜ。当たり前だろ。そりゃ仲間だしよ。富手が早く助けようとうるさかったがな。んだよ、悪いかよ。じゃあ、やっぱりあいつは匠本人ってことか。もしかしたら、何かの術で操られているのかもしれない。兵士が二人がかりで抑えるのがやっとというのは常人とは思えない。確かにな、あんなのがゴロゴロいたら七星士の意味ねえし。だからって何もしないわけにはいかねえだろう。まずは滝子たちと合流した方がいいんじゃねえか。さっきの戦い見たろ？正気に戻さない限りあいつを連れてくるなんて無理だって。
その心配はないな。静かに、マリコはここで隠れてる。おそらく匠はマリコを捕まえるまでこっちを追ってくるつもりだ。そうか、俺たちがタキコと合流するならそこまで匠も後を追ってくるってことか。自分から追ってくんだろ。合流先で逆に捕まえて正気に戻す方法が分かればいいんだよ。とりあえず移動しよう。偵察に来たからにはここも危険だ。タキコたちは聖地に向かってるはずだよな。俺たちも行こうぜ。